私、プランシェット。病気のおばあちゃんにパンとブドウ酒を届けるの。おばあちゃんのお家はこの森の奥だったかな。そういえば、一人で行くのは初めてかも。最近は森の中で狼を見かけた人もいるから気をつけなさいってお母さんが言ってたな。大丈夫だよね。まだこんなに明るいし。それに寝込んでるおばあちゃんが元気になれるようにこのパンとブドウ酒を届けなきゃ。うん、きっと大丈夫だよね。元気出していこう。狼さんに気をつけなくちゃ。
おばあちゃんの家まであとちょっと。